ね、くじけそうになることがあるんですよ、いっぱい。ね、例えば夜遅く帰ってきて、まあ、ちょっとビールでも一杯飲んで、じゃあちょっと涼んで寝ようかと思った時、どうするかなみたいなことって、まあ、あるわけですよね。テレビをつけたら、ちょっとそういったある番組やってまして、日本の若い女の子たちがニューヨークに行って、で、いかに自分の夢を果たせるかっていうふうな番組してたんですよ。その中で、まあ自分はそのブロードウェイに立ちたいという子がいて、そのインタビュアーの人がその子に、なんであなたそんなに頑張ってるのって。ね。もう何年も頑張ってるのって。で、どうしてですかって同じようなこと聞かれるんですよ。でね、その時にね、その方がね、私のモットーは焦らず諦めずやり続けることなんです。ということを言われた。で、僕は、もう何十も年下のね、その女の子の言った言葉っていうのは僕の今の座右の銘になってるんです。まあ、物が売れなかったりとかすると、じゃあこっちの方で売ってみようとか、あっちの方で売ってみようとかって考えてしまうんですよ。で、それはやっぱり焦りの気持ちっていうのが、あったりとか。で、だからその時に、やはりその、やっぱり自分が最初から思ってたこと、信念に持ってること。そして、その、いろんなことに対してもやり続ける。だから焦らず諦めずやり続けるっていうのが、一つの私の仕事の、その、一つの指針というかポリシーになってきた。やっぱコラーゲンを、勉強していく、研究していくに、連れて、コラーゲンっていうのは絶対人間の、生きていく上で、まあ、水と同じように、絶対必要だっていうことが分かってきた。人間って、7割が水なんですよ。で、例えば、その次に多いのはタンパク質。で、そのタンパク質の一部がコラーゲン。で、まあ体重的に僕は言わせて、まあ大体6キロ、5キロぐらいがコラーゲンが入る。コラーゲンがあるんですよね。で、皮膚にもあれば、目にもあれば、髪の毛にもあれば、各細胞にもあって、いろんなところにコラーゲンっていうのは、まあ、存在していて、例えばお客様が全然その動くこともできなくて、もちろん正座もできなくて、何もできない。もう痛くて痛くて。でもある時に、その友達からそのコラーゲンの話聞いて、まあ、まあ一回飲んでみたらいいよっていうふうに。で、言われて、まあ、コラーゲンを飲み出した。で、これ、そうですね、半年後か10ヶ月ぐらいですかね、もう本当にその、痛みがまず取れてきて、で、その、歩くことができるようになった。今ではもう好きな、例えばテニスもできるようになってきた。で、本当にその、天使のララありがとう。というね、そういったね、そのお客様からそういった感謝の言葉を聞くのは我々の頑張ろうっていう栄養剤なんですよ。本当に綺麗になりたい人、健康になりたい人っていうのは何事も、続けるっていうことが必要なんですよ。何事もそうだと思うんですよ。まあ、うちのコラーゲンの場合にはカロリーが少ない。ですから、カロリーを気にされなくても全然平気です。で、まあ、無添加ですので、たくさん取っていただいても心配はないですよ。そういったところが、そうですね。その、お客様が続けていただいている、理由なのかなっていう。で、あと、中にもお客様の方から、お宅の、オペレーターは、すごく、優しくて、ちゃんときちった対応だから、続けてるのよっていうふうな方もたくさんいらっしゃいますし、まあ、それはまた社員に言うとも、もうそれだけでも、もっと頑張ろうと、もっといいサービスしようとかですね。で、クレームがあったら、僕は倍にしてお返ししなさいと。もうこんなにしてもらわなくてもいいのにっていうくらい、きちっとした対応をしていくっていうのは。社長とか、まあ常務とか、まあ部長とか、まあ一般社員とか、
みんなただ役割だけなんですよ。これは。で、社長という役割は、この会社をどういった方向に持っていこうかとか、で、その社員のに、一人一人の能力を、例えばもう 100% 活かせるような環境づくりをしようとかっていう、そういったことなんですよね。で、その環境を、まあ、我々が作っていく。だから働きやすくて、で、お客様の方にも、こうやって、まあ、お客様が喜んでいただけて、あと本当にみんなが本当にそういった中で、一人一人のお客様に対応していってくれてるっていうのが、はい。去年の、東北大震災の時に、我々は、まあ、全然その影響っていうか、はなかったんですけども、その時に、4月の1日に、まあ、天使のリボン基金を、設立して、で、その時の、思いというか、支援し続けること、忘れないこと、っていうことを、2つのテーマに挙げて、1箱売るごとに10円を寄付しよう。この1年間、年に4回、岩手、宮城、福島の方に行って、で、その基金、集めた基金を、手渡しに行って、で、その情報をエミツーの方で載せていくっていうこと。人の痛みっていうのはなかなか今のこういった環境下の中で、人を思いやるとか、よく口にするんだけども、結構忘れてしまう。うん、で、やはり忘れないことっていうか、忘れないでいただきたいなっていうふうに。で、何かあったら、本当手を差し伸べていってあげ、まあ、手を差し伸べてあげたいっていうとかですね。去年の3月11日、そういったことがあって、やはりそれは、忘れちゃダメだし、忘れないでいただきたいなっていうふうには思いますね。だからこれからもずっとその支援続けていくし、で、エミツーの中でも今こういった状況になってますっていうことは、年に何回か、もう、掲載をどんどんしていきたいなと思ってます。一事業体が一企業ができることっていうのはそんなには多くはないんですよ。で、ただ、少しでも県外の方から、また海外の方から、売り上げ上げることによって、まあ、弱小県である鳥取県でも、まあ、外貨を集めてくるという。それも一つの、我々ができる貢献かなっていうことと、それと、鳥取っていうのは、まだまだ日本から見たら、まあ、未開の地っていうか、まあ、自然が結構豊かな。だからこういった豊かな自然があるからこそ、こういった商品とかが、できるんだよと。こういったまあ、うちなんかも情報誌なんかも毎月出してるんですけども、その中でも鳥取県の良さっていうものを出していったりとか。だからそういった面では、鳥取っていうこと、まあ、鳥取っていうのはこれだけまあ、いいところでも、いいところがたくさんあるよっていうことをね、県外の人にも知っていただける。まあ、それも一つの、まあ、我々が果たせる貢献かなっていうふうに。